にちは、あきらです。今回は、円安どうするのっていう疑問に答えられるような動画にしたいなと思っています。で、結論先に申し上げますと、円安だからといって、積み立て投資はやめることなく、積み立て投資は継続します。で、結果的にはこの積み立て投資っていうのは分散投資になりますので、今、もしですね、毎月積み立て投資をしているんであれば、その状態を維持するだけで OK かなと思っていますし、これから投資をね、始めようかどうか悩んでいる人は、為替、円安なんかは気にせずに積み立て投資を始めたらいいんじゃないかなと思っています。そのね、根拠となるような理由ですとか背景等々を今日は解説していきたいと思っています。はい。なので、あなたのお悩みっていうのは、円安が続いているけれども、積み立て投資を続けていいんですかと。為替リスクと言われるようなこの円安、または円高ですね。この対応を教えてほしいということです。結論は、積み立て投資は継続しています。で、加えて、円建てとかドル建て、こういうように資産を、通貨を分散させているということが一つの特徴になっています。それではですね、深掘りしていきたいなと思っています。本業はですね、私、会社をしておりまして、金融業界で働いているような専門のね、投資家ではないです。ただ、だからこそ、この動画をご視聴いただいているあなたのように、同じ目線でお話ができるんじゃないかなと思っています。なので、投資家とかブロガーとかクリエイターっていう活動っていうのは、本当に副業ということになります。で、年間あたりだいたい資産は8桁ぐらい増えているという状況です。それでは早速動画の本題に始めていきたいと思いますが、ぜひ参考になりましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。なお、投資は自己責任、自己判断でお願いいたします。それでは始めていきましょう。はい。でも結論を先に申し上げますと、為替リスクがあっても積み立て投資は継続しています。で、この理由っていうのは大まかに4つありまして、まず1つ目ですね、もともと積み立て投資をするっていうことは、上昇をね、見込んで買おうと思っていると思いますんで、今ね、多少円安だからといって将来上昇すれば多少の円安、為替リスクっていうのは気にならない程度かなと思っています。もともと上昇を見込んでるんだったら、今のね、円の価値が少し下がっているというぐらいは、あんまり気にしなくていいんじゃないかなっていうのが私の考えです。で、2つ目ですね。為替というものは自分の力ではどうにもこうにも変えられないので、そこに考えている時間があったら、もう行動しちゃった方がいいというふうに思っています。で、それはね、将来もっと円高になったらどうするんだっていう疑問は最初に申し上げた理由ですね。もうそもそも上昇を見込んでいるんだから、この後円高になったとしてもそこら辺はいつか相殺されるだろうというふうに思っています。で、理由の3つ目、トレンドの予測が不可ということですね。これは為替、今の為替の円安トレンド、これが今後も続くか、もしくは終わって円高に変わるか、それは誰にもわからないので、これも理由の2つ目と同じですね。自分でどうにもこうにもコントロールできないところに時間もエネルギーも割いているんだったら、もう積み立て投資をコツコツと続けていった方が無難かなと思っています。で、最後4つ目ですね。一部の人はできるかもしれませんけども、多くの人はもうドルで給料をもらうっていうことはもう無理です。できればね、世界で最も使われている通貨、ドルで給料をもらうというのが一番ベターなんですけど、基本的に本業の給料とかをドルでもらうってことはかなり難しいと思います。本業の、もしかしたら YouTube のね、こういうふうな収入ですとか、あとはアフィリエイト収入とか、そういうのを一部ね、ドルでもらうこともできるかもしれませんが、多くの場合はもうドルで給料をもらうことができないので、もうそこをね、考えてもしょうがないということが最後の4つ目の理由になります。じゃあ実際にどうしようかということですが、分散投資をするといってもですね、単純にやっているわけではなくて、2つ主に分散させているリスクというのがあります。まず1つは時間ですね。時間。一括で買わずに買う時期を分散するということをしています。これは将来の円安とか円高トレンドは予測不可能なために分散をさせています。例えば今日買って来月円安、さらに円安が進んだ場合は、今月、やっぱり投資してよかったじゃんって振り返ることができますし、もし来月円高トレンドに変わっていたとしても、よかった、分散させといてと。
先月に一括ねガッと変わらずに、あの翌月分にちゃんとね分あの積み立て投資用の資金を残しておいてよかったということで、円安になっても円高になっても、まあそれなりに納得できるところがあるので、もう毎月積み立て投資というのを実際としてやっています。これを一括で買ってしまいますと、まあ後悔だけになってしまうかもしれないですし、もしかしたら超ラッキーという感じでいいこともあるかもしれません。ただあんまりね、あのこの投資の部分で、ね、感情の起伏っていうのは結構邪魔なものになったりするので、まあ、分散投資をするのが一番いいんじゃないかなと思っています。で、二つ目の分散っていうのが通貨ですね。これは金融商品を買うときには円建てドル建てっていう金融資産のですね、まあ、通貨というものが決まっています。で、その通貨を分散させるということですね。まあ、一番わかりやすいのが、日本の証券会社で買っているような投資信託というのは基本的に円建てです。円で出来上がっている投資信託で、一方 VOO とかですね、999とか、ああいうふうに米国株に連動した ETFっていうのは、あれはドル建てになっています。まあ、そうすることで、自分は円でも持つことができて、同時にドル建て、ドルも持つことができるということになります。で、将来の円安とか円高時に対応するために、円を持つ、そしてドルを持つ、両方持っていくことは一番いいんじゃないかなと思います。なので、やっているのは、日本の投資信託だけではなくて、米国の ETF も買う。これをすれば、結果的には円も持って、ドルも持つということになります。はい、で実際にですね、ドル円のチャートっていうのをちょっと振り返ってみようと思いますが、2001年から2022年、2000年代のドル円のチャートを見てみますと、だいたい75円ぐらいから150円ぐらいで、まあ、このあたりをですね、行ったり来たりしているという感じです。で、これをですね、もう悩んでも解決しないっていうのはもう結論なんですけど、今は円安のピークなのっていうのね、ここから円高になるのっていうのは正直わかんないですよね。今リアルタイムで見ているからこそ、このわからないピーク、まあ、ここを悩んでいてもしょうがないっていうのはわかると思います。もしかしたらこれからもっとね円安になるかもしれないですし、まあ、為替介入とかで円高トレンドに変わっちゃうかもしれないです。でも一番納得できる方法っていうのは、まあ、少しずつ積み立て投資の金融商品を買い続けることだけかなというふうに思っています。では通貨の分散の方にちょっと着目してみようと思いますが、通貨の分散の例というものでね、ドル建て資産というのを見てみたいと思います。これ SBI 証券の画面をですね、スクリーンショットしてみましたけども、まあ、こういうふうに VOO を買おうとするとですね、これ S&P500 に連動した ETF ですけど、この VOO を買うとですね、この ETF 情報を見てみますと、通貨、米ドルって書いてあります。拡大するとこんな感じ。なので、ETF、ちゃんとですね、調べれば、その ETF がどのね、ドル建て、円建て、どの通貨に対応しているかっていうのがわかります。なので、VOO の場合は、これを買うと、自分のね、円が実際に ETF に変わるわけですけど、その ETF がドルとして関わって、ドルとして持つことになります。なので、VOO を買えばですね、あなたの資産っていうのは、勝手に日本円の現金から、ドル、そしてしかも ETF 株になるということですね。なので時間の 分散もちろんですけど、こういうふうに通貨も分散させるとよりリスクの分散ができることになります。まあ、正直ドルをね、ドルに変えるっていうのもあるんですけど、私の場合は現金で持つよりもこういうふうに ETF で買った方が将来ね上昇を見込んでいるということもあるので、積み立て投資としてはこういうふうにドル建ての ETF を買っています。はい、なので ETF、米国の ETF を保有する理由っていうのは、まあ、ドルは世界で最も使用されている通貨なので、まあ、これを持って、そして将来上昇を見込むインデックス、株式、こちらを持つというのは非常に理にかなった戦略かなと思っています。で、日本っていうのはもうご存知の通り島国ですので、まあ、輸入に頼る部分っていうのが多いです。実際に確か2022年の10月、今現時点では貿易赤字だったと思います。つまり輸出よりも輸入の方が多いということですね。
で、米国の ETF っていうのは各証券会社で簡単に買うことができます。日本の株よりも多分簡単です。なんでかというと、日本の株っていうのは結構単位が大きくて、20万とか30万とか持たないと買えなかったりすることが多いんですけど、まあ、ETF の場合はですね、1株あたり、米国株もそうですけど、1株あたり買えたりするので、まあ、そうなると本当に数万円、数千円で買うことができます。もちろんね、日本、円の投資信託も簡単に買えるんですけど、ドルということに考えるんであれば、まあ、米国 ETF 非常に簡単に買うことができます。なので、まあ、ドル資産をですね、保有することは簡単です。まあ、ドルで給料をもらえないんだったら、今持っている円をすぐさまドルに変えるというのが、まあ、一番できる選択肢の一つかなと思っています。で、最後、おまけですね。まあ、もっと為替リスクに対応したいという方のために、まあ、大きく3つの、ね、戦略をお伝えしようと思います。まず1つは通貨をさらに分散させるということですね。まあ、今日は円をドルに変えましょうというお話をしましたが、さらに香港ドルとか各証券会社でさまざまな通貨資産を買うことができます。実際に私も2800という香港ドルに、香港ドル建ての、まあ、ETF を持っています。まあ、これは将来ね、中国は今のね、経済大国がさらに成長してアメリカに匹敵するぐらいになるだろうと見込んでいて、まあ、香港の中国に関わるなんか ETF 持ちたいなっていうのと、まあ、このね、為替リスクを分散させるためっていうことですね。もちろん経済が強くなれば、それに伴って通貨の強さも上がってきますんで、まあ、香港のドル建ての資産を持っていくのは一番いいかなと思って、さらに通貨を分散させています。で、もう一個は暗号資産ですね。結局この為替っていうのは各国の中央銀行によって支配されているので、それによって為替リスクが変わります。円安、円高、ドル高、ドル安。まあ、そんなのに左右されないのはもう暗号資産です。もうこれは国に管理されない通貨ですので、ビットコインとかイーサリアムとかそのあたりを買うのも一つかなと思います。実際私は、ビットフライヤーを中心として、毎月暗号資産を買っていますし、それ以外にもコインチェックで追加でね、買ったりすることもあります。なので、まあ、気になる方はぜひですね、このコインチェックですとか、ビットフライヤーの始め方っていうのも概要欄に貼っておきますので、チェックしていただけると嬉しいです。で、最後、もう一個ですね。FX として、今、マイメイトっていうのをやっています。まあ、マイメイトなら、AI 任せのですね、自動売買 FX になっていますので、基本私はもうほったらかしです。で、この AI っていうのは、テクニカル分析と言われるような、チャートの分析が得意なので、あ、今年は上昇に乗っているなとか、あ、下落だなっていうのをよりわかりやすく分析しています。で、今は、米国を中心とした、利上げ、一方で日本の中央銀行は利上げゼロですね。となると円安っていうのは当たり前のことで、他の資産、例えばドルが上がるっていうのはトレンドとして分かりやすいです。これを AI に任せて自動で勝手に売買してくれていて、結果的には今毎月2万円から3万円ぐらい利益が増えていって、その増えた分の利益をこの積み立て投資でさらにですね、入金力を高めるっていう活動をしています。で、このマイメイトの始め方っていうのも概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい。なので今日の動画をご視聴いただいて、あなたの結論一つとしては、もう為替リスクは永遠の悩みだねと。悩みすぎても仕方がないということに気づいたということが言えるかなと思います。なので私としてはもうできること、もうできることに頭を、そして時間も使った方が実りあるというふうに思っていますので、もうできることは積み立て投資で時間と通貨を分散させるということですね。はい。ということで、テイクホームメッセージ、大事なところをもう一度だけお伝えします。結局、為替リスクがあっても積み立て投資は継続しています。これは、まあ、上昇を見込むという最大の理由が一つ目。そして、為替は変えられないという二つ目。そしてトレンド予測は不可ということで3つ目。そして最後、ドルの給料でもらうことは無理だと。まあ、この4つを主な理由として私は積み立て投資を継続しています。はい。ということで、今日の動画は以上になりますが、ブログの方で、最後ですね、おすすめをした暗号資産とマイメイトの始め方っていうのをまとめています。ぜひ気になる方は概要欄におすすめのね、記事の、リンク先を貼っておきますので、チェックいただけると嬉しいです。
はい、ということでご視聴いただいてありがとうございました。まあ、このようにお金ですとか暮らしを中心とした動画をですね、あなたと同じ目線の意識しながら、そして実際にあなたと同じ生活スタイルを私はしているかなと思います。私は金融のプロでもなければ、投資業界で働いているわけでもないです。普通の非金融業界で働いている会社員の、3人娘を育てるパパに過ぎないので、同じような目線でできるだけ簡単にできることっていうのをコツコツと動画として作っています。まあ、ただこの YouTube だけではなくて Twitter とか TikTok とか Instagram、ブログ、ポッドキャスト等々で全て配信していますので、ぜひ見やすい媒体で、私のコンテンツをチェックしていただけると嬉しいです。ぜひその時にはですね、チャンネル登録ですとかフォロー、またグッドボタンを押していただけると嬉しいです。今日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を。